箱入り息子です。今日はですね、はい、なんでカツラがあるかと言いますか、はい、僕の部屋で僕と一緒に女の子が寝ていたら、はい、狩安の月はどんな反応するのかというドキドキです、まあ俺が男役じゃん、はい、でも女役じゃん、はい、あれ僕はもう今ちょっとさっきドッキリやったばっかなんですよ、近くに。そうだね、そうよ。したら真っ赤なんですけど、僕がリョウガの部屋に行って、はいはい、リョウガの部屋に女の子が寝てるっていうのをさっちゃんに伝えに行って、さっちゃんと一緒にそれを見に行く。さっちゃんどんな反応するかっていう。なるほどね。さっちゃんはどんな行動を取るの。だから俺は寝てればいいだけどね。これかぶってよ、かぶってね、誰でもいいやん。じゃあ一回かぶりますこれ、まあ、リアル感を出すから一回かぶってきます。ちょっと待って、かぶるわ。一回かぶってくるわ。楽しんでるじゃん、そう。いやさ、あの金髪のさ、いや似合ってるわ。これ大丈夫そう？なんかさ、右と左でさ、この長さ違うんだけど、どういうことこれ？あの外国によくいる美しい男性。どういうことこれ？美しいな。これで、ね、両方と近くが添い寝してるっていう。勇者女子飛行さ、見てる。飛行。的確。飛行。添い寝してたらさすがに。やっぱね、服見えちゃうとね。ああ裸で行く？行かねえよ、布団かぶるんだよ。裸で行く。じゃあ裸で布団かぶる。ああ裸で布団かぶってこそうしよう。お互い裸で布団かぶって。いや回ってる。じゃあ回らん下か。大丈夫。そうするか。最近鍛えてるし。ちょっとまあ恥ずかしいな、なんか鍛えてる。チューブを食べた後だからねこれ。じゃあ上裸のお互い毛布かぶりのリルバカの部屋にカメラ仕掛けて、だ腕枕なんかしちゃったりして。そう。でさっちゃんにねかけていきましょう。行きますか。はい。じゃあ早速。アイの部屋に行きましょう、はい、せーの、いけない。でここが今リョウガのベッドです。でここにこうよ。カオス、こんくらいやな。こうでこう、そういやーやば、待ってリョウガ一回行って、ここ行って上脱いで。いやあの市川さんと寝れるんすか。いいんすか、僕緊張すんな、なんか恥ずかしいな。でこれでリョウガが横で寝ていややばいよ。これはおるわ。ここ行くんだよ。こう。やばいやばい。ああ、これやばい。もうさっちゃんが入ってきたから。え、金髪の子いるんだけどみたいな。なる、これなるわ。いや、もう勝ちですよ。じゃそのままちょっと5分ぐらい待機してもらって。ネタバラシはどうする？一回部屋来てさっちゃんにめくってもらうわ。あ、オッケー。それで開けたら裸も市川くんで。すげえ喜ぶだろ。じゃあ両方の部屋にカメラ仕掛けてやっていきましょう。カオス、いやきつ、きついて、ほんまにカオスこれやばい。さっちゃん呼んで、さっちゃんをリョウガの部屋に連れて行きたいと思います。行きましょう。ドッキリしてるのね。ドッキリなんだけど、めっちゃ変な感じするんだけどこれ。やばい。やばい。ちょっと笑え、笑えへん。笑えへん。笑えへんって笑えへん。うん。え、りょうがさっき言ったよね、一緒に。あ、さっき寝てた、りょうが。起きたりいなかったから。でも、りょうがの部屋にさ、普通に行ったんやん、うん、さっき。うん。その YouTube の話で。うん。で、ノックして、なかったから、声が。うん。開けたんや、普通に。うん。なんなら、りょうがだけじゃなくて。え？リョウガじゃない人いたんよ。どういうこと？分からん。え？分からん。髪長かったんよ。え？でも布団かぶってたから分からなくて。うん。隠してたっぽくて。なんかそれを。知らん人なのそれ。でも全然知らん。え？寝てんの今。え、だから寝てるから。うん。どうしようと思って普通に。一回、様子見に行かん？ちょっと一回。ああ、オッケーオッケーオッケー。電気ついてるの普通に。どういうこと？緑。服が来てる。緑。どうするこれ、どうした方がいい？誰かに言った方がいいかな？誰に言うの？よかった。マナエちゃんに言った方がいいかな？ちょっと待って、見つけてて。やばいよな。でも、女の子、女の子やんな。髪長かったの？え、女の子絶対。うん、男なわけなくない？え、どうしよう。そうしよう。行けるか。そうしよう。え、どうする？
でも最近りょうと仲いいし、あ、確かにそうね。やっぱこれからさ、トヨスピットとかも決まって、はいはいはい、でかいライブとか、すごい大きいお仕事とかも決まってる中で、りょうだと最近仲いいから、ちょっと俺が言うからさ、あ、その言ってくれる。一回行く？だって言う？あれはダメだから、やっぱ大丈夫かな、今言って、今言って大丈夫？行くしかない、行くしかないよ、うん、行った方がいいマジで。え、ちょ、りょうが、一回抜けた方がいいんじゃない？誰これ？一回抜けた方がいい。抜くの？うん。え、ちょっと。これ。めっちゃ撮ってるやん。めちゃめちゃ。なんで勝手に入ったの？やばくない？なんで勝手に入ったの？え？やばくない？なんか。どういうこと？ちょっと待って。待って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 待もうこの際はっきりね、うん、言うわ、うん、サンリオが大好きマイメロの国から来ましたマイメロコです。ちょっとね変わってる部分だいぶ変わっとる。そう、癖強いんだけど、そういうところに惹かれて俺は。そう、君のハートにポンポンプリン。ちょっと参りました。まずいよこれは。言わないでね、他のメンバーに言わないで、知ってるここだけにしよう。それはすごいまずいですよ。そう、やばいんだよね結構。あのね、暑いねこれ。待ってるの、あのね、待ってる時めちゃくちゃ暑かった。1、2分でくるかなと思ったら5、6分だった。すごい、ずっと絵面がすごかった。何も喋らずこう抱き合ってんの。二人で抱き合ってんのよ。いい加減にしたよ、本当に。すごい絵面だった。そしたらなんかどこで言い出した。黒幕は清原一番。あるいは相手が全ての仕掛け人。笑ってたもんね、キヨちゃん。さすがにキュービックハウスにうん、連れ込むなし、でっきりかなと思って。まあね、だろうね。だろうね。さっきまで YouTube 撮影してたじゃないですか。さっきまで一緒にリョウが寝てたのよ、二人で。そう、寝てて、いきなり起きたらいなくて、もう女と寝てる。早すぎんって思って。プレイボーイ好き。切り替えの速さね。もう多分寝てる時に呼んでたでしょ。10分前ぐらいまで寝てたのよ。でも見た瞬間、あれって思った。だって金髪でくるんだもんね、肌綺麗な。あ、無理だ。前目の子卒業。前目の子も卒業です。国に帰った。前目の国、サンリオの国。ヒーローランドに帰りました。母国に帰らせた。でもよかったですね。はい、というわけで本日はさつきにドッキリを仕掛けていきました。成功でしょう、今回は。まあまあまあ、いいでしょう。次はさつきが司会指導する誰かにするということで。怖いな。かけられたばっかなんで最近。確かに一回もかけたことないんだね。自分にかけてるの。さつき多分やったことないよね。俺誰にもかけ、唯一かな、誰にもかけたことないの。楽しみにしてこう。そろそろかけたいですね。どういうドッキリしたい。それ言わないよ。あ、それ言わないよ。ドッキリじゃなくなったら。いやだわ、ハードそう、なんかすごいな、とんでもないのできますよ。ワンチャンボツになるかも、強すぎて。YouTube 載せれないのに嫌な思いしてもらえたけかもしれない。嫌だわ、普通に言いましょう。動画になんないっていう。動画になんないもうくらいのドッキリ。嫌な思いをするだけで。じゃあ、次回をお楽しみにということで。はい。バイバイ。バイバイ。あ、脇毛。甘いメロコの脇毛。肩出るとちょっと出る感じで、いろんな見合いにカメラ仕掛けて、ジャンプで待てるのか、ちょっとして。結構いきますか。いきますか。はい。じゃあ、そうする。はい、せーの、いけない。かわいい。